にちは。私たちは吸収式冷凍機と吸収式ヒートポンプを専門的に製造する会社であるワールドエノジーと申します。吸収式冷凍機は産業用冷凍機の一つですけど、空調システムや冷却プロセスに大量の冷水を供給する機器です。そして今回ご紹介するのは専用吸収式冷凍機です。一般的に船で使われている冷凍機は圧縮式の冷凍機になりますけど、圧縮冷凍機は冷媒を循環させるため、圧縮機を使うため電力の消費量がかなり多いです。でも吸収式冷凍機の場合は圧縮機の代わりに船のエンジンの運転時の常に発生する排ガスや蒸気温水などを使って冷媒を循環させます。そして電気を消費する部品は循環ポンプや制御盤のみになって、その電力消費量が非常に少なくなります。それを具体的に比較してみると、吸収式冷凍機は圧縮冷凍機の 5% ぐらいの電力だけを消費します。例えば 140kW の冷房を使うとすれば、年に4000時間を運転すると、二酸化炭素排出量が年に124トンぐらい減らせます。そしてこの製品は最低温度マイナス7度 C のブラインも供給できるので、空調システムだけではなく冷蔵にも応用できます。そしてこちらは世界各国の製品の設置事例になりますけど、ご覧のように大型の商業施設、例えば空港や病院などの商業施設にも用いられていて、そして石油化学プラントなどの産業施設にも用いられています。そして専用冷凍機の場合は欧州のお客様も利用されています。そしてこの製品のデザインの特徴を見せています。この製品は冷却水として海水をそのまま利用しているため、耐縮性の強い材質を使っています。例えばチューブにはチタンやキュプロニケルを使って、ワターバックスはステインレススチールになっています。そして海の上での揺れに備えて強化されたベースと指示台、フランジなどを使っています。また内部で異なる撃退が混ざらないように特別な形のパティションやカバーを使っています。以上になります。